アルザス・ロレーヌは、フランス共和国北東部のドイツ国境に近い、アルザス地方とロレーヌ地方のうちも、ゼル県を合わせた地域。鉄鉱石と石炭を産出するため、しばしばフランスとドイツとの間で、係争地となったことで知られる。第二次世界大戦以降は、フランス領となったが、中心都市であるストラスブールには、それ以後、欧州の主要な国際機関が多く設置され、国を越え、欧州統合の象徴的な地域となっている。アルザス・ロレーヌはもともと、ドイツ語文化圏に属し、特にアルザスで話される、アルザス語は、南部ドイツ語の方言である、アレマン語に属する低地アレマン語の一方ことである。元来は、ドイツの前身である神聖ローマ帝国の支配下にあり、住民の大多数は、ドイツ系のアルザス人だが、ドイツ帝国領時代は、ツァーベルン事件で、差別的な支配を受けることもあった。ドイツ帝国領時代の地図。1905年伝統的な衣装を着たアルザスの女性とフランスの将校ホームページでは、便宜上、フランス語のアルザス・ロレーヌで統一する。アルザス・ロレーヌ地方は、長年神聖ローマ帝国傘下のロートリンゲン公国などの支配下にあった。しかし17世紀になると、フランス王国が勢力を拡大してストラスブールなどを支配下に置いた。1736年にロートリンゲン公フランツ3世シュテファンがオーストリア系ハプスブルク家のマリア・テレジアの婿に決定するとフランス王国はロレーヌが実質的にオーストリア公領となるこの結婚に反対した。協議の結果、領土交換が行われ一代限りのロレーヌ公となったスタニスワフ・レシチニスキの死後には完全にフランス領に編入された。1871年、プロイセン王国が普仏戦争でフランスを破ると、プロイセンはフランスとの講和条件としてアルザス・ロレーヌを国土の一部とした。プロイセン王国はドイツ帝国の成立を宣言してこの地域を帝国の直轄統治下に置いた。ただしもともとアルザスの一部であったテリトワールド・ベルフォールは併合を拒んで激しく抵抗したため、フランス領に泊まった。アルザス・ロレーヌという地域名称は、この時期に存在したエルザス・ロートリンゲンを指すものである。1919年、ドイツが第一次世界大戦で敗れると、一時、アルザス・ロレーヌ共和国が独立を宣言したが、フランスが領有権を主張して認められた。教育制度は、フランス式に改められ、アルザス語の使用が禁止されてフランス語が、公用語とされた。また、ストラスブール大学に多くの研究者と教育予算が充てられ、1929年にマルク・ブロックとリュシアン・フェーブルの2人の教授により、社会史のアナール学派が生まれた。1930年頃、自治を求める運動が活発化した。1940年にナチスドイツが第二次世界大戦で再びフランスを破って、首都パリを占領すると、同年8月7日、再度アルザス・ロレーヌを自国に編入した。だが、1944年にドイツに抵抗を続けていた自由フランスがパリを奪還して新政府を樹立すると、この地域からドイツ軍を追って再びアルザス・ロレーヌを領有し、現行の国境となった。欧州連合は、その主要機関である欧州議会の本部を欧州共同体時代の1979年に中心都市ストラスブールに置いた。また、欧州評議会はそれ以前の1949年に、そして欧州人権裁判所は1959年にストラスブールに置いている。フランスとドイツとの国境地帯にあり、フランス及びドイツそれぞれの国から見れば、地理的には辺境であるのにもかかわらず、欧州の中心地域になっている。欧州統合を推進するフランスとドイツの中間点にあり、なおかつ欧州の中心ということは歴史を振り返れば非常に象徴的である。ありがとうございます。